してますね。市場みたいな。話聞きたいんやったら、その向こうでちょっと話しようや。はい、やってきました。時刻は、朝の5時です。朝方の西成っていうのちょっと歩いてみようかなと今日思って、まあおそらくは寝てる人もいるかもしれないし、これから仕事行く人もいるかもしれないということで、ちょっと行ってみようかなと思います。ここが四角公園、四角公園かな。四角やから四角言われてるみたいですけど、こんな時間までやってんすね、飲み屋さん。もう朝なんですけど、ちょっとねやってる場所あってちょっとびっくりしたけど、お店、うん、三角公園。できてますね。あ、市場みたいな。素敵な。
僕も。兄ちゃんそれ撮ってるやろ。ちょっと消してもらっていいかな。え、どういうことなんですかね。ちょっと意味がわからないんですけど。で、実際これどういうことなんですかね。どういうことっていうのは話聞きたいのかな。話聞きたいんやったら、その向こうでちょっと話しようや。じゃあなんで、ここの撮影したらダメっていうことになってるんですね。ここをね、撮影して YouTube に上げる人多くて、ここを上げることによって世間の目が厳しくなって、ここたちにいる、ここにいるね、おっちゃんたちが販売をね、できなくなったりするわけよ。だから、そういうのって本当に西成のアイリン地区のコミュニティが崩壊しちゃうってこと。毎朝ここに行っておっちゃんたちが元気かなとか、そういう安否確認をしている場所でもあって、ここをね、撮影してもらうといろいろとね、めんどくさいことが起きると思うんだよね。あ、そうなんですね。まあ、僕もそういう負のような感じで上げたいというか、その YouTube を発信したくないんで、まあ、西成の朝がどんなのかっていう目的で撮影したんで、ダメなんですかね。まあ、条件付きで上げるんだったら、まあ、許可はするけど、とりあえずちょっとついてきて、いいところがあるから。あ、分かる。これは結構有名。あ、分かる。はい、というわけで、お疲れ様でした。はい、まあね、ちょっとね、いろいろありまして、あんまりね、カメラ撮影ダメみたいな感じで言われたんですけど、まあ、まあ、いろいろ、その関係の人にね、話を伺いました、後で。で、まあ、一応、そういう、モザイクかけるとこかけてもらいたいっていう部分ですね。まあ、あれも結構その、おっちゃんたちの、そのコミュニティの一部であって、その、あそこでやり取りして、まあ、ちょっとお金を儲けてっていう感じで、まあ、その売ってるもんとかが、そのゴミとか廃棄されたでまだ使えるもんとか、コンビニの捨てる廃棄処分のやつをね、出したりとかしてるような感じです。はい、とってもね、安くて100円で買えたりとか、そういうレベルだったりするんですけど、というわけで、でまたその西成なんですけど、その西成の治安っていうのもいろいろその関係の方に聞いたんですけど、まあ、人気のない場所っていうのはとっても危ないみたいで、強盗あったりとからしくて、あの人がいるとことかは、まあ、人が全然大丈夫だったりするらしいですけど、まあ、大体その夜の10時から12時あたりがすっごい危ないらしいです。はい、まあ、その いろんな理由を、ね、抱えてるその西成なんですけど、やっぱりなんかちょっとね、アットホーム感な部分もあったり、ちょっと魅力的な、ね、部分もあったりします。はい、またね、今後こういうこともね、ちょいちょい発信していこうかなと思います。はい、というわけでね、これにて閉幕帰ろうと思います。それではまたよろしくお願いします。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録も